鎮痛と剣と基本功の組み合わせの動作を紹介させていただきました。皆さん結構いっぱい練習したんでしょうね。結構いろんな、基本功の単品から組み合わせした動作なので、今日も早速なんですけど、前回の、反穿剣っていう動作の単品を説明させていただきました。今日は反穿剣からの組み合わせ1個だけ、昆布を加えている動作と一緒にやりますので、ぜひ1回見てください。まず正面から、はい、反穿剣から昆布の下半身と平らの剣で、はい、もう一回後ろから見てください。はい、難しいでしょうか。はい、もう一回ちょっとゆっくり説明しますので、ぜひ皆さん、前回の、アップした穿剣の動作、反穿剣の動作と、前刺剣の時の、アップした動画を繰り返して、見てください。でこれは2つの動作の組み合わせなので、一回ゆっくり見てください。まず腹部から反穿剣、次左足をネイコして回して、次昆布に平らっていう動作です。はい、もう一回正面から見てください。1、次こう、次、もう一回後ろから私の背中の方を見てください。1、次縦、はい、平ら、よく見えますか。はい、次は、もう一回正面から、横から次後ろの背中の方の動作を見てください。高さ、次イクルード、よく確認してみてください。まず下半身一回下げて、はい、ふう、次肩の方を押さえて伸ばしました。次、足の方を入れて、はい、この動作は、長剣類の剣の剣術の動作なので、できるだけは早く練習した方が逆にやりやすいので、はい、もう一回見てください。はい、次正面から一回見てください。はい、次後ろから、はい、ぜひ家でも練習してみてください。